ファン同士の対立の真相。スノーマンとナンバーアンダーライン愛の関係を徹底解剖。ファン必見。スノーマンとナンバーアンダーライン愛のリスペクトが生む奇跡の瞬間。ジャニーズのスノーマンとナンバーアンダーライン愛の関係について、ファンの間での微妙な緊張や意見の分断が話題になっています。この記事では、その背景や実際のパフォーマンスの様子、 そしてファンの反応について詳しく掘り下げます。また、個人的な視点やエピソードを交えながら、ファン同士のリスペクトと理解を深めるための提案をしていきます。まず、スノーマンとナンバーアンダーライン愛のファン同士の関係性について考えてみましょう。両グループのメンバーは、ジャニーズ時代に同じ事務所で活動していたため、個人的な友情や共演の経験があります。例えば、 平野翔と向井康二は関西ジュニア時代からの仲間であり、気兼ねなく会話できる関係です。また、平野と目黒連も共演を通じて仲良くなり、星を一緒に見たり、楽屋で過ごしたりする間柄です。岸優太も深澤達也とドラマで共演しており、神宮寺優太も安倍良平とガムシャラで共演していました。これらのエピソードからもわかるように、 彼らは同じ時期にジャニーズジュニアとして切磋琢磨した仲間であり、基本的には友好的な関係です。それにもかかわらず、一部のファンやネットニュースは、両グループのファン同士の対立を煽るような報道をしています。例えば、飛べ社出演があるからスタート者は出演しないといった噂や、ライブ中の微妙な反応を過剰に取り上げる記事が目立ちます。こうした報道が ファン同士の分断を助長しているのではないでしょうか。実際に、私がライブをリアルタイムで見ていたとき、ナンバーアンダーラインアイとスノーマンのメンバーが互いに拍手し合う姿を見て、とても感動しました。彼らが互いのパフォーマンスをリスペクトし合う姿は、とても素晴らしいものでした。例えば、ラウールが固く手を握りしめてキラキラした目でナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスを見つめている姿や、ジーコ、 平野翔と平野が親友のように微笑み合うシーンはとても印象的でしたこれらのシーンはファン同士の分断を乗り越え互いにリスペクトし合うことの重要性を示していますそれにもかかわらず一部のファンの否定的な意見やネットニュースがファンの代表的な意見として印象操作されることはとても怖いことですもちろん全てのファンが分断を望んでいるわけではありません 多くのファンは、スノーマンもナンバーアンダーラインアイも応援しており、彼らの成功を喜んでいます。例えば、私の周りには、ナンバーアンダーラインアイのメンバーがスノーマ,ーマンのパフォーマンスに拍手してくれたことを喜んでいる人が多くいました。逆に、一部のファンの否定的な意見に対しては、何がそんなに問題なのか、と疑問を持つ声もあります。そもそも、ライブや音楽祭のような番組では、 出演者同士が互いに拍手し合うのは自然な流れですそれを演出として過剰に取り上げること自体が不自然に思えることもありますまたジャニーズ事務所から独立したタレントや新しい事務所の設立に伴う感情のもつれもファン同士の分断を助長している要因の一つですしかしこれらはタレント自身がコントロールできるものではありません 彼らがプロフェッショナルとして活動している限り、ファンは彼らの努力とパフォーマンスを純粋に応援するべきではないでしょうか。例えば、ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスを見たスノーマンのメンバーたちが、さらに気合のいの入った顔をしていたのを見て、私は彼らが互いにリスペクトしつつも、競争心を燃やしていることを感じました。このように、ファン同士の分断を乗り越え、互いにリスペクトし合うことが、 最終的には両グループの成長と成功につながると考えます例えば旧事務所時代の共演 NG やファン同士の対立がタレント自身の活動を制限してしまうことは本末転倒です彼らが本当に共演を嫌がっているわけではなくむしろ互いに刺激を受けながら成長している姿を見てファンもまた成長し応援の仕方を見直す必要があるのではないでしょうかさらに ファン同士の対立を煽るような報道や SNS のコメントに対しては、冷静に対処することが重要です。例えば、スノータンは数が多いだけに立ちの悪いのも少なくないといった否定的な意見に対しては、それが全てのファンを代表するものではないことを認識する必要があります。スノーマンもナンバーアンダーラインアイも、それぞれのファンが支え合い、応援することで、より素晴らしいパフォーマンスを届けることができるのです。 最後に、私自身の経験からも、ファン同士のリスペクトと理解の重要性を感じます。例えば、私は以前、ある音楽フェスで他のファンと交流する機会がありました。そこで感じたのは、音楽やパフォーマンスに対する熱い思いやリスペクトが、ファン同士の絆を深める大きな力になるということです。互いのグループを応援し合うことで、より豊かな音楽体験を共有できるのです。 このように、ファン同士のリスペクトと理解を深めるためには、まずは冷静に情報を整理し、互いの立場や感情を尊重することが重要です。そして、ネットニュースや SNS のコメントに左右されず、自分自身の目で見て感じたことを大切にしましょう。例えば、リアルタイムでライブを見て、彼らのパフォーマンスに感動した経験を共有することで、ファン同士の絆を深めることができるのです。 この記事を通じて、スノーマンとナンバーアンダーライン愛のファンが互いにリスペクトし合い、共に成長していくための一助となれば幸いです。ファン同士の対立を乗り越え、より良い音楽体験を共有するために、今一度、互いのリスペクトを見直してみましょう。そして、最後に一つの問いかけをします。あなたは、どのようにしてファン同士の絆を深め、互いにリスペクトし合うことができると考えますか この問いを通じて、より良いファンコミュニティを築くためのヒントを見つけていただければと思います。ファン同士のリスペクトと理解を深めるための具体的な方法を考えてみましょう。まずは、ファンイベントや SNS での交流を通じて、お互いの意見や感情を共有することが大切です。例えば、オンラインのファンミーティングやフォーラムで、互いのグループについての感想や思いを語り合う場を設けることが考えられます。 こうした場を通じて、ファン同士が直接対話することで、誤解や偏見が解消され、より深い理解と共感が生まれるでしょう。また、ファン同士が共通の目標を持つことも重要です。例えば、チャリティーイベントやボランティア活動を通じて、互いのグループを応援しながら社会貢献をすることができます。こうした活動を通じて、ファン同士が協力し合い、共通の目的に向かって努力することで、 自然と絆が深まりまりす具体的にはファン有志で企画する募金活動や被災地支援などのプロジェクトを立ち上げることが考えられますさらにファン同士のリスペクトを深めるためには互いの違いを認め合うことも大切です例えば SnowMan とナンバーアンダーラインア i の音楽スタイルやパフォーマンスの特徴を比較しそれぞれの魅力を理解し合うことでお互いの良さを認めることができます 具体的には、ファンがブログや SNS で互いのグループについてのレビューや感想を共有し、それに対して建設的なコメントをすることで、互いの理解が深まります。また、ファン同士の対話を促進するためのイベントやキャンペーンを企画することも考えられます。例えば、ファンアートやコスプレコンテストなど、クリエイティブな活動を通じて、互いのグループへの愛情を表現する場を設けることができます。 こうしたイベントを通じて、ファン同士が互いの才能や情熱を認め合い、尊重することで、自然と絆が深まります。もちろん、ファン同士のリスペクトを深めるためには、タレント自身の努力も重要です。例えば、スノーマンとナンバーアンダーラインアイのメンバーが共演する番組やイベントで、互いの友情やリスペクトを公に示すことで、ファンに対して良い手本を示すことができます。具体的には、 共演の際に互いのパフォーマンスを褒め合うコメントをすることや、SNS で互いの活動を応援する投稿をすることが考えられます。こうした姿勢を見せることで、ファンも自然と互いをリスペクトする気持ちが芽生えるでしょう。